さりどうも、シェフのジョジョルです。今回は鶏の赤ワイン煮込みをやっていきたいと思います。コックオーヴァンと呼ばれるフランスの郷土料理です。発祥の地は赤ワインの煮込み料理で名高いブルゴーニュなんですけど、現在はフランス全土に家庭料理として広まってるそうです。この料理名にもあるコックっていうのは温取りを指します。なので本来は肉の硬い老いた温取りを食べやすくするために考案されたレシピなんだそうですが、低温で長時間煮込んでも煮崩れないので、こう若鶏にはない滋味が現れると言いますかね、味として出ると言いますかね、こうなんて言いますかね。そしてこう身を柔らかくするために一晩中赤ワインに漬け込んだりするんですよ。まあ人それぞれだと思いますけど、そういうやり方もあるんですけどね。やっぱり近年では手間だったり時間を減らすために若鶏を使って漬け込みの工程をなくして煮込み時間も短いレシピっていうのが主流になりつつあります。まあ、今回もこれは若鶏を使ってるんですけど、温取りってねなかなか売ってないと思いますしね、そもそも。それでできれば骨付きがいいですね。あのもも肉を使う場合は、まあなければもちろん骨なしでもいいんですけど、骨付きの方が香りもすごくよく出ますし、より一層美味しく仕上がると思います。そして煮込みにもいくつかパターンがあるんですけど、香味野菜と一緒に煮込んでいって、その香味野菜は香りと味を液体に移して実際には食べない。まあこれはちょっと高級店とか原価のかかってるお店でやるやり方ですね。ただそうするとちょっと家庭での再現性が低くなるので、今回はカットした香味野菜たちも一緒に食べれるようなスタイルで煮込んでいこうと思います。カットの方法もいろいろあるんですけど、まあかなり大きくカレーのような感じでゴロゴロっと野菜をカットするパターンであったり、あとはスライスとかもありますね。今回は立方体にカットする、フランス語でデという切り方にします。これね、聞き慣れないとなかなかね違和感がある単語だと思うんですよね。まだ僕も見習いの時に厨房に入って、とある日にですね、先輩にこう頼まれるわけですよ。この野菜デニカットしとけよとかって。まあわからないですよね。日本語でもあるじゃないですか、会話の中で。でっていうような感じで、なんでね、それ最初僕も言われた時にね、思わず返しちゃいそうになっちゃいましてね、でって言ってね、はい。でこのデニカットするっていうのはね、まあフランスでクープオンデとか、まあ、言ったりするんですけどね、現場では大きさのね指定が正確じゃないんですよね。例えばブルノワーズって呼ばれる切り方もあるんですけど、それは3ミリぐらいのね立方体にカットっていうある程度の共通認識があるんですよね。ただデーに関しては、まあ、ブルノワーズみたいな大きさからちょっと1センチ角だったりとか、それより一回り大きいぐらいのカットとか人それぞれあるんで、その切り方を頼まれた時はね、一回大きさをちゃんと見せてもらわないと、あの頼んだ側のイメージとはちょっと違っちゃうっていう場合もあるんでね、事前にしっかりと確認はした方がいいと思います。以上現場からでした。まずはベーコンを炒めて旨味を油にしっかりと出したら、玉ねぎとニンニクをその後炒め始めます。それである程度馴染んだら人参を加えて、最後にマッシュルームっていうような順番ですね。野菜の甘みたちを引き出したら小麦を加えます。これは液体に最終的にとろみをつけるための小麦です。
この時点で野菜としっかりとなじませて粉気を飛ばしておきます。鶏肉はある程度味を染み込ませて休ませておいたので、少し水分が外に出てるので、それをしっかりと拭ってからフライパンで焼き色をつけていきます。この焼き色ももちろん人それぞれ好みの違いだったりもあるんですけど、僕の場合は結構しっかりと焼き色をつけることが多いですね。今回で言えば事前に焼いて臭みの原因になる余分な油は外に逃がして、香ばしい焼き色を煮込みの液体に移すっていうようなイメージでやってます。程よく焼き色がついたら、先ほど炒めておいた野菜たちの鍋に移していきます。そして焼いた鶏肉を焼いたフライパンに赤ワインを加えて、旨味をこそぎ落としつつ少し煮詰めて赤ワインの酸を飛ばしていきます。1/5、場合によっては10分の1ぐらいまでしっかりと赤ワインを煮詰めて味を濃縮させます。このように赤ワインを事前に煮詰めないで鶏肉と一緒に煮込んでいくっていうやり方もあるにはあるんですけど、個人的にはそうするとちょっと赤ワインのね、余計な酸味とかが飛び切らなくて、食べ疲れするような酸味が残るんですよね。香り付けにローリエ、タイムなんかあるといいですね。育ててるタイムもだいぶ料理に使って減ってきちゃったんでね、ちょっとまた新しく買って育てようかななんて思ってるところです。ここで沸いてきたので、余計なアクとかはできる限り取り除いておきます。煮込む時間は30分から1時間半ぐらい、比較的あっさり仕上げていきます。そして足りないコクの部分では、このココアパウダー、あとはですねチョコレートを使って補います。これは結構クラシックなやり方で、GBA とかを使った赤ワイン煮込みなどにはチョコレートを仕上げに使ったりもします。そしてチョコレートを入れてからあんまり長く煮込むと分離しちゃったりねするので、仕上げに入れて味を整えます。それではドレッセに行きますか。程よいとろみがついたソースと一緒に煮込んでおいた香味野菜たちをたっぷりと添えます。アクセントにはお好みで黒胡椒、赤ワインにはねすごくよく合うと思います。彩りのパセリ、いつもありがとうございます。ボナペティ。うわ、めっちゃうめえ。うまし、これは効いてる。うん、チョコレートとカカオのこのコクがめちゃくちゃ全体をまとめてる良さがある。これは赤ワインとの相性めちゃくちゃいいもんな。これソースに鶏のうまみめちゃ効いてるし、これ文句ないっしょ。というわけで鶏の赤ワイン煮込みコックオーバンでした。ちょっとした休日の贅沢に、よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ハビアント。